ただでもどうなんでしょう、デイブこれやったらどんなになる。びっくりしましたね石川投手はあの試合前にもしも外国人選手が迫ってきたらラミレス選手の方に逃げると。いや確かに逃げましたね。ちょっと今もちょっと逃げましたね。笑ってますね。笑ってますね。普段あれだけ速い動きを僕はね来日して初めて見たかもしれない。一瞬ムカついたような、まあいいかみたいなちょっとヒヤリとしたような、あのね多分バティスタ選手はねデッドボールでも多分怒らないです。あ、そうですか、はい、性格温厚なんですか。温厚ですしね、そういうのはどちらかというと止めに入る方ですけど、はい、今の動きはね今の動き